はい、今回なんですけども SSR の、ブーが手に入るということで、こちらのねドロップ検証の方を行っていきたいと思います。で、今回なんですけど SSR なので、まあ、正直この6回中落ちるかどうかも謎です。なので6回中落ちるかどうかっていうね検証になります。はい、ステージはもちろん Z ハード、こちらをね、周回してやっていきます。で、今俺のアクトが133あります。こちら、20削られてくるので6回ですねやっていきましょう。そしてパーティーの方は、ステージ2と変わらずこのままでやっていきたいと思います。まあ、組み直す必要ないんでね、これでやっていきます。いつも通り1回目は投資で見ていきたいと思います。で、2回目からはもうドロップするかどうかっていうところだけね。で、まあ、多分この場合、まあ、ゴジータでもベジットでもいけるんですけど、ベジットだと、まあ、ほんと楽っすよね。最初一発目が必殺技打ってワンパンの、次で来るあの力属性は、まあ、反撃と必殺技で一旦ずつ削れると思います。まあ、だからあれですね、あのベジットとかゴジータ使わなくても、まあ、全然クリアできるところなんですけど、なんせベジットがいるときはもう使った方が、まあ、周回が早いね。全然早い、速攻ありますんで。はい、で、このあと力属性ですね、こちらの、アルティメットご飯吸収で、こいつが手に入ります。まあ、でも SSR なんでどのぐらいで落ちるか分かんないですけど、まあ、6回やるうち1回でも落ちてくれたらいいなという感じですね。結構ね、あのウィスの時もそうだったんですけど、 SSR はマジで落ちないから、うん、マジで落ちない。で、これで必殺技じゃなくて、あの反撃やって必殺技で、これでまあ周回はめちゃくちゃ早くできるかなと思います。はい、1回目です。まあ落ちないですね。じゃあこれから2回目、3回目とね、どんどんやっていきたいと思います。 OK、 2回目です。まあまあまあ、3回目やっていきます。さあ、これで3回目です。ここで落ちたらめちゃくちゃ早い方、 SR 並みですねこれ。はい、落ちません、さすが SSR。 さあ、4回目お願い。これ全部落ちない可能性出てきたな。いや、もうこれであと1回でスタミナ切れるからね。やばいよ、さすがに1回は欲しい。やばいやばい、ラストラストラスト。さあ、なんだかんだやばいぞこれ。0個はちょっとな、やっぱりスタミナマックスからやって、あのここまで削られちゃうとね、やった意味ないってなっちゃうんですよね。さすがに1体欲しいわ。そしたらちょっとな、でもスタミナ全部削って1体落ちたとしても結構周回しなきゃやばいっすねこれ。じゃあいつもみたいにやっていきましょう。あ、で、ちなみにね、あのさっきとちょっとパーティー違うんだけど、ゴジットサンドであともうあれっすよ、おお、まあ、こういうことあります、こういうことあります、全然あります。ベジットサンドで、あとはね、必殺技じゃない、もうグダグダだよ、レベル上げてないやつだけ連れてます。あとブルー将軍は、まあ、必殺技封じがあるんで一応持って行ってます。いやー、頼むよこれマジで。で、これでお、ワンパンか、最後頼みます。きた、
よし、これで OK です。はい、こちら SSR のブーね、ゲットできました。こちらです。リーダースキルの方が力属性の HP とアタックとディフェンスを 20% アップで、必殺技はまあ大ダメージなんですけども、技レベルをマックスにできると、まあ、あとリンクスキルこんな感じ、パッシブスキル力属性のアタック 25% アップ、まあ、でもこいつがいることによって、あのフェス限のブーね、技レベルの方も、まあ、上げれるということなんで、まあ、かなり落としがいがあるキャラクターだなと思いました。皆さんはもう、技レベルマックスにされてますでしょうか。ぜひコメントの方で教えてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。